日に起こった悲劇が二度と、この辺りでも、起きないように、頑張って仕事をしていきたいと思います、本日はどうも皆さん、事故の皆さんお疲れ様でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。続きまして神奈川県行政書士会川崎北支部支部長であります小松さんにお越しいただいております。一言お願いさせていただければと思います。突然のお願いと伺っております。よろしくお願いいたします。すいません、いや本当に、いや突然呼ばれてしまいました。本当にびっくりしてます。初めて参加しました。もう本当今日は個人の参加なので、ご紹介いただいたあの上合わせ抜きで、とにかく忘れてはならないことがある、絶対忘れてはいけないんだということを、ここでもう一度改めて私の中で確認をしておきたいなというふうに思ってます。今年初めてなんですけども、来年も私は必ず参加させていただきたいと、思います。よろしくお願いいたします。すいません。そうしましたら、法人会の会長様、一言ずつお願いいたします。それじゃあ今会員の方皆さんそこに座ってるんですけどね、会長さん主な人だけちょっと一言だけ。あ、大丈夫か。玉区すげ連合会創生会の頑張る佐保田と申します。今日は朝から準備しましてハーモニカもやらせていただきました。老人会と歌の方とハーモニカといろんなことやってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、中之島地区の勝俣です。よろしくお願いします。多摩新町自治会副次会と申します。鶴崎でございます。今花は花は咲くっていうんですか、今この歌がですね、世界でなんといい素晴らしい内容と曲だということで大変話題になっているそうでございます。どうかこの歌を、皆さんがですね口ずさんでいただきですね、被災地の皆さんがいつまでも希望を失わないでやっていけるように応援をしていただければ、この、討論流しの意義がまたそこで深まるんでないのかなというふうに思います。また、本日ご立席のですね議員さんに一言申し上げたいのは、本当に被災地の復興どうなってるんだよということを一つお願いを申し上げまして、生意気ではございますけども一言ご挨拶とさせていただきます。本当に皆さん鎮魂ということで、どうぞ大勢の方に今後もお呼びかけをいただきますことをお願いいたしたいと思っております。失礼いたします。陸斗の方から参りました山崎と申します。皆さん方には日頃いつもお世話になっておりまして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもどうもありがとうございました。それでは皆さん今これからキャンドルに火をつけていただきたいんですけれども、この場で皆さんでお互いに付き合いっこしてねつけていただこうということになりましたので、お手元にご準備はできますかね。ちょっとお待ちください。